島市の入り口に立つこのようなカントリーサインにお気づきでしょうか。ご存知、クラーク博士の姿が描かれていますね。札幌市に縁が深いと思われるクラーク博士がどうして北広島市のシンボルとして描かれているのでしょう。新博物誌北広島マップナンバー59ページ島松駅停所には国指定史跡旧島松駅停所のある島松。この地は寛治稲作の祖と言われた中山久蔵が米作りを始められた場所でもあり、また札幌農学校、現在の北海道大学の初代教頭ウィリアム S. クラーク博士が青年を大使を抱けの名言を残した場所でもあるとあります。ボーイズビーアンビシャス、青年を大使を抱けというこの言葉、実は私たちの町北広島で発せられたものなんですね。現在旧島松駅停所敷地内に立つクラーク博士の記念碑は昭和25年に北海道大学の同窓生によって建てられたものです。クラーク博士の有名な別れの言葉、青年よ大使を抱けが残されたのはこの島松の地であることを検証するためでした。しかし記念碑建立からすでに65年の歳月が流れましたが、北広島とクラーク博士の結びつきについて道内はもとより、全国的にもあまり知られていない現状があります。そんな中、豊島への11月紅葉交流センターで一つの講演会が開かれました。北広島がクラーク博士との別れの地であることをもっと広く知らせていきたいと市民有志が呼びかけた記念講演です。ということでですね、クラーク先生が発したこの言葉ですね、これがですね、北広の地から発されたんだということで、ぜひともですね、クラーク博士の研究者、北海道大学名誉教授の藤田昭一さんによるクラーク博士の別れの言葉の真意とその現代的意義と題する講話に、たくさんの参加者がうなずいていました。続いて呼びかけ人の一人でもある北海道大学名誉教授の金川博さんが、北広島の観光資源としてクラーク博士の重要性を熱く語りました。だんだん高齢化が進んでいく、少子化が進んでいく、その都市の再生のためのクラーク博士を北広島市のシンボルとして挙げてますけれども、それについてはどうお考えでしょうか。はい、クラーク先生が確かにここの北広島の地に、馬に乗ってですね、学生と一緒にここまで来られて、それで学生と別れたという、非常に重要な地だと思うんですね。いみじくもそこでもってクラーク先生が私は思うには非常に重要な言葉であるボーイズビーアンビシャスということを言われたということで、確かにこの地のシンボルになることであるというふうに思います。この会を設立されたのはなぜでしょうか。北広島市をもっともっと活性化してますます住みよい町にしたい、いろんな観光素材はたくさんあると思いますので、その中の一つがクラーク博士別れの地ということで、観光資源になる、観光都市になれる、修学旅行の生徒は必ず北広島に来る、ここにバス何台も連ねて北広で北海道の勉強はほとんど進んでしまうというぐらいになったら素晴らしいと思います。神奈川さんたちが立ち上げたクラーク博士との別れの地普及促進会は賛同者を募り、今年4月には設立総会を予定しています。北広島がクラーク博士との別れの地であり、青年よ大使を抱けの名言を残したところであることを日本中の誰もがイメージできるようにし、それを町の活性化につなげていこうとしているのです。有志の皆さんの熱い思いが伝わってきます。